ハドマーパンコンのブートザッヘーメラタン答えタロテン玉とかメタンもね、この前作ったこの寒風雪きた毎日ね、可愛くかっこよく食わせておりますよでもなぁ、ブタ思うんですよ、この憲法着を着てるとめったふわふわが着たい。おたえというのは興味深きもので、かっこいい服着たと、あ、かわいい服着たなってすぐ思ったんだと、なんか合うな、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 合うな。というわけだ、これはめったふわふわで、かわいい。ヘッドドレスを作っていくだと、アマメッパンコのことパンヌトイレまで、ベタフタワンタン、でもまたあと大変ワンタン。わー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 、めめめめ。このマンションの観光着作ったばっかだろ。ホイホイが来たんだ、食べた。フリフリですか、絶対に合うだん、豚、ホイホイ。お前さ、フリフリとかそんな、お前どこに売っとるんだ、そもそも。どうやってやれば、お前そんな、また冬来たの。まめちゃ、またまたまた冬来て、またフリフリ、あっためっちゃホイホイ、またホイホイだ、ほんと。実は、豚タンさんがそんなこと言うだろうなと思って、僕とワンタンでですね、100均に行ってめっちゃ素材買ってきました。あ、まだだ、気がつかない、また。ああめっちゃふわふわだ。他にもいろんなおしゃれパーツ。ああ、どんだけ買ったの、どんな買ったの。めっちゃ買ってます。5000円分買いましたか。買いとげ、買いとげ。ヘッドドレスっていうのはどういうやつなんですか。あのね、豚がいたのは奥田メイドタンとかが伝わる。頭にとけて、ああ、あるあるある。これをね、いよいよ組み合わせて、むったーかわいいやつにティオーって放って、なんだ、これはほぼ100均のダイオでできるヘッドドレス。だからとけまたね、素材を選んでください、ブタちゃんさん。とりあえずね、これを基本に出て、あ、このピンクの方よ、ええだ。ピンクをこう上に被ってたって言ってた。で、これをまず、の、の、え、待って待とう。これが土台となるので、ちょうどね、ブタの頭をつけて、この具合かな、この具合。カットで待とう。よし、たまーんと。今回はですね、お手軽に作れる風にやりたいと思うので、みんなもぜひね、自分のお気に入りの土台、買ってやってくださいよ。今、100均で何でも取るもんな。テイヤに売ってます、テイヤに。とかんな、これをね、豚の顔にこと、めんとむとぶ、イブン。これ寝てます、豚。あー、めっちゃ。フリフリですね、リボンも。これもね、長めに、蹴っとけまとうか。チュミン。で、ここのね、カットした断面、ほとえてきたら待つので、ほとえ止めを、トメントメント、溶けておかむと、こういう下処理がね、大事だね、トーデットね。取ってって、端っこの部分をちょっと追い返して、待てばいいで、止めとえた、リボンを塗ってきたと思います。うわ、だいたい、この真ん中辺に立って、待てばいいで、止めーん。まん、こんな感じで、ガーッと、塗っていきます。まで、ここに、で、と、きっと、変えてね。ダメできてません。簡単だと思う。めっちゃいいやん。これの上に次はピンクのホヤホヤかぶってるんですけども、はい、その前にここにね、めっちゃかわいいお花の課題つけていただきます。めっちゃかわいいじゃん。いいでしょこれ。あー、これをまあこう感じでね。あ、いいじゃん。ここはね、トーイングで縫い付けたいと思いますので、トーイングタクにお願いします。ウォーウィン、チンタイ、ハウチュン、チン。フンさんだか、フェンさん、お願いします。フォーチン、ハイチン、フォン。まず、裏側通す。ホイチン、ホン。チョミ、うん。あー、こうなんだかども。あ、いいや、いいや。あ、お花をですね、バーっていっぱいつけてください。むっちゃ大変。お願いってまーす。多い方がいいわね、お花はな。
近代三十本人所因かもね。でっかいバーがいっぱいこっとけめてた。あ、このパタタンヌ。どうでつかみなと思った。わあ、なんか洗練されてるね。どうなんでとね、いろいろ超えたビードとかも買ったからこうつけようと思ったんですけど、あんまアイトギュートたあえだんさりげなくとうとう天然たえたおたえ、うん、てれな感じ、うん、まあ、あんまこういうのやると子供っぽくなるのかな、ね、なんかねババアっぽくなるってたこうなるとたこれなので、ブタはもうこのままガーッと縫ったまと、どうやって縫うのこれ、上から縫いたくないか、横だけ見てんでちょっと縫っとこっか。最後この半をガトーガテーガトー、このヘッドドレッド胴体を畳みたいと思います。よし、こうかぶたまってて、このハマをこう畳むとペッパー、あーうわーイエーイ、見てくれたマナタンボタンだ、めっちゃかわいいふいふいヘッドドレッドのコント、ブテテンさん、めっちゃ似合うと、ほら、これ、とどん、ほい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 。これでね、ちょっとはハゲがね、隠せていいかもしれんの。うぇぇ、口こんじ、うぇぇ、かわいくしてください、かわいく。お前でもめっちゃシンプルに作ったせいで、めっちゃ余っとるんだけど、素材が。ワンタンのやつ作ったらどうですか？ワンタンの絵ね。お前ワンタンめっちゃかっこよくしてくれんと。似合わんぞ、かわいいやつや、ワンタン。じゃあワンタンはね、黒いやつとかどうですか？じゃあいいかもしれんな。これにたらどうだどうだ、赤いたって合わせて。お前なんかこれ、ローゼンメーデンみたいな、なんか、オーデンメーデン風ね、ワンタン。あ、まと、はちゃめ、はちゃめ、はちゃめちゃ。ウェトメ、はちゃめ、はちゃめトン。え、がしょで、え、しゅう。オーデンメーデンで決まった。よし、あ、このパタタンヌ耐えたら、おたえプロデューサーのブタがワンタンがめっちゃ可愛く伝えたと思うんだけども、かっこよくしてくれた適当なカットたまったったおまん、これをね、ふえうどんに伝えとめっちゃ手あげたんですけど、ここに見てんでね、適当に縫って縫った糸を引っ張れば手でんで冬にできるらしいので、当てにしてみたいと思います。まずですね、ビティンの縫い目をですね、ちょっと大きく普通さんなんですけど5ぐらいの手た縫っていくと、エッテンテグアでとかガトンとあったまっとぐ、先っとまであった、こうやって縫う程度にこれを引っ張ったらとな、糸長めのところだ、止めんと決まって、今縫ったとこのほんの1、2ミリここをもう一回同じように縫えまとろ、止めんと、そてて今縫った糸やっと出てるんですけど、北糸2本引っ張ります、うーっと引っ張ると、うフリルみたいになった、これ糸テリエンゴをね、転倒ね、ペッパーマット、はぁ、こんな感じだな、待ってた、うわこれもトカートになるな、このまま、ね、ほわほわほわ、バービーブーズみたいな、もう飛べて終えれよ、トラがあとと違うか、グージャーイス、なぁ、これがこうなるわけだとね、うわめっちゃ、でですね、もう一個これ
回作ってよなるぐらいの、作れまてた作ってますね。もうこれをどう合体させるかですよね。どこなんだとな、なんかいい方法ないかな。この2つの下に土台をやって、その上からこう塗ったらどうでしょうか。バイタイをさすがスタッフ、同じくらいの色合いのお布を植えてた。適当ね、こんなんだよ。はいはいはい。じゃあ、こんぐらいの後を、頭だとかダメン、グーンと塗っていきましょう。で、これね、見て今、強い糸になってるんだけど、布と同じような糸に変えてください。見てみましょう。え、できるにしたっけ？ブタもはどうやったと同じ。動画見るぞ、動画見まと。あ、こんなことたんねん。ここね、ガー塗っていきまと。糸を変えるのに苦戦したな。1時間ぐらい格闘してました。テグはどうやる、テグはどうやる、覚えておいてスタッフ。へい、場面変えてないといけないけど、まあ、これをへっこへ変えてます。こんな感じに同じようなは糸で縫えたので、ワンタンでとめて、めっちゃちょうどいいでした。振ったとおりでてね、さゆちゃんみたい。この上にさっきの声をつけたいわけ。この真ん中の辺巻きっといた針をここにも巻き巻きっと、はいはいはい、手輪を伸ばせます。はい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 、バーントゥアクアイマット。こんな感じに綺麗に止めましたら、ふーっと持っていきます。うーん、歪ませたまま上からやってやるわけだな。その通り、ここ本でてのめっちゃめでかでとかでてね、うまくできるのかしらな。たーん、ちょみんと行こう行こう。うわぁ、餃子の皮みたい。むずい、めたくたむでかてぇだって。ダメー、なんと冬になってるんだな、でとか終了。まあ、このままだとここがねピヤピヤってたうので、ここにもういてトゥテって塗っていかまと。ダメン、おー、こんな感じでね、ねえ、待ってた、やっぱ帽子っぽくなったな、ほわほわ帽子っぽくなったな。で、このねとね、強い糸、ガダーの糸を抜いていかまと。もう抜いていいのか。これでね、冬が赤い糸で固定されたはずなので、なるほどな。これ引っ張るためだけの糸だったわけだと、なんでとな。抜けるんでとうか。あー、良い糸が抜けて、ふうふうに、なーまたったー。違う、ベッタに、上か、かぶてるような感じでね。縫い付けて、いけます。こんな分厚いのお前縫えるんかってやんけど、あってみますよ。この辺か。うわぁ、もうマティバイがどこにあるかもわかん。マティバイごと縫って手前。うわぁ、うわぁ、壊れた。めっちゃ、メティンの灰が追え待ってた。危な、マティバイに引っかかったったんでどうか。危な、怖、針の先っぽが欠けてしまいました。もうどうしんがんない、どうしたのこういう時。家
の中探しましたらね、ニット用ミシンベリというのがなんかありましたので、これに付け替えてみましょう。ハイテンデテマト、あ、このパタタンヌ、初めてのハエ交換だと、マエナとドアバーと、ここな、合うんだと、ダメだ、抜けたのかた。仲間たたはー、コアを、ドマント。入った入った、ハエ待ってたね、オッケーオッケー。てめた、で、分厚い木ではね、ここのおたえをおわくってた方がいいやてだと。メモリをおわえにてて、で、ここの糸通って、ゆうくてまつ、ゆうくてた。で、今度こと、ぶちおえんことを願って塗ってかむと、この鼻、ガトンとあった。離れとこう、離れときまと。今度こと、ぬれたまと、ぬれております。あえば、あやじゃーの紐仮面でーと、こんな感じでめったふいふいのまま溶けることが高まってた、集合でたここにね、この黒いほえほえ真ん中にこう縫えまっと、なんか糸を黒い糸に変えてください。また糸チェンジがパタコンとお願いします。あー、めっちゃ忙しい忙しい忙しい、ジャミーンジャミーンジャミーン。あとはまたエボンを投げのカバーかなかった乗ったかもと、いよいよ仕上げのやっちゃうな。どれだ、ちょうどこの冬の縫い目に合わったった。ごめん。だいぶ分厚いやつも縫えますね。まだこだわりますね。この辺ぐちょぐちょで汚いのだ。こうってたやな。あー、なるほどね。冬を置きとこうだ。カッテンをたた、こうってた。さあね、首をむとる紐、こう縫い合わせて。手上げていけまと、よーし。よし。こんな感じね。で、ここを縫ってまと。おぶろ。ダメーダメーン。はい、この手上げはですね、赤バーをトントンと溶けると終わった。あー、ローズメリーやなんか感じにね、バーの花をトーリングとこに最後お願いしてます。ボニューハイチシャイチンフォン、いよいよできますわ、皆さん慣れたもんですね、もうバラつけるのも鼻につけましたからね、豚たんにね。キムネー、あー反対側もチャーミー、フォーニーハイニーショーニーハイニーフォン、あーあー、あ、このパタタンヌ、どうだ、いよいよこの
鑑定したとワンタンでかぶたたいけますわ。ワク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 。この辺がいいかな。こうやって首のとこでリボンをスミーンとやってグッとアップ。はためはためはためた。はちゃめはちゃめはちゃめちゃ。あれてげてくしー。どうかて、おこかの案外まったりだと思う。これ耳型にも結構よるでしょ。あ、耳をね、ほら耳をこうやったりさ、耳を出すとええだ。あ、ほらほら、あ、このアングル、このアングル、ローゼンメイデン。あ、完全にローゼンメイデン。完全にローゼンメイデンです。あんぱワンタン、こういうの似合うね、似合うね。次は俺に合うどうやってお題得意の舞台が立てたいと思います。そんなんできるのか。ここまで作ってるでも欲しいですよね。フリフリのこのシンクのドレスを作るわけだな。天下頑張ってまた。おーかだ、みんなもおいでな。ふいふいヘッドドレス作ってふいふい天下で楽しんだめた。うわっ、豚も寒いですね。裸でずっとおった豚のふいふいドレス持ってこう。よし、ドレスをやるぞ。よし、やるぞ。めっちゃワンタンが今着てるドレスってどうやって作ったんですか。これか、トイワンタン。どうやってやったの。これはまただフリフリをぐるぐる巻きにやってるだけだと。ぐるぐる巻きだったんですけど、豚もとん、ええー、な。じゃあ豚もそれでこれぐるぐる巻きにしとくよ。すぐ5秒でできると。5秒でできる。どうやってどこへ。はい、5、6。あー、かけたー。てろれー、めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいい。違う、芋持ってたな。これ芋虫ドレスの完成です。もっとちゃんとどこってこい。おめでとうございます。ありがとうございます。